ショーゴ、ショーゴ、中村ショーゴ、熱く燃えろよ、ショーゴ、マリホーしゃっしゃっよくやったざますショーゴちゃんよくやったざますざますいやー、落選に連勝です、皆さん。やりなさい。いやー、勝ちましたね、うん。いやー、ブラックサマーウィーケンド最高ですね、マー君、うん。 これがブラックサマーウィークエンドだったら、ずっとブラックサマーウィークエンドがいいよ。まあまあ、どうも、中野とピロリ、千葉ロッテマリーズ応援チャンネルのピロリです。さあ、振り返っていきましょう。すいません、遅くなりました。えー、ロッテ対楽天。あの、ペンが戻ったんですけども、薄くてすいません。えー、8対6。えー、ロッテの勝ち。7月4日、14時から、えー、あとゾのマリスタジアムでございました。もう、こう見ると、接戦でしたね。 なんやかんや2点差ということで、えー、今日ね、おじ、おま投手が先発だったんですけどもね、5勝目をかけてマウンドに上がったんですけども、5回106球、かけましたね、うん。だいぶね、玉数をかけながら苦労しながらちょっとね、あの、先制点を取ってもらったけど、4失点して、えーね、ディクソン選手に、ね、 あの打率1割台なのに僕らはいい思い出がないディクソー選手にですね、逆転のホームランをね、勝ち越しのホームランを許して、4失点だったんですけども、ま、なんとか5回投げ抜いてくれまして、5勝目ということでね、おしもうずっとね、この2桁勝利できる能力があると言われながらね、こう、ね、ファーボールとかを出してしまったりね、一発浴びてしまったりして、ね <laughs>、してしまう。 おじま投手なんですけども、なんとか、5勝目まで来ましたね、オールスター前に。おじま投手、もう今年こそね、いけるんじゃないですか。あの、中野さんもね、あの、2桁、もう今年は勝ってほしいというふうに言ってたんでね、去年の、まあ、終わりの、シーズン終わりの配信で言ってたんで、おじま投手、今シーズンこそちょっと、10勝いけるんじゃないうん。 でね、今日も、えっ、ー、と、あ投手がね、6回の男として、今日、まあ、やっさんがね、田中やすひろ投手が、まあ、上がってきたということで、6回の男、ね、やっさんが上がるんじゃないかと思ったんですけども、あ投手が、行ったんですがね、田中選手に、もう田中選手が言いすぎて、どの田中だってなるんですけども、田中選手にね、えー、ホームランを打たれまして、ただね、そのホームラン打たれた球も、 低めに決まってたし、こうね、謎の動く球というか、出たアズの謎の動く球みたいな感じで、いいとこに決まってたので、まあね、打った方が上手い感じはあったんですけどね、まあその後、抑えましたしね、うん。で、え元、楽天にいたハーマン先生、ハーマン投手が、ね、ちょっとこう、最近ね、追いつかれてしまったりとかしてましたけども、まあしっかり抑え、千早投手も、ね、あのランナー、ね、許したんですけども、カーブ今日も止まってましたね <laughs>。もう、止まってたし、あとね、 あの、昨日フローレス投手が一番ブラックサマーウィーケンドのユニフォーム似合うんじゃないかって言ったんですけども、撤回します。千早投手です。はい。もう、ああいう人、いますよね。沖縄にね。うん。千早投手は東京都出身だった気がしますけども、ちょっと千早投手のね、濃い顔に似合いすぎましたよね。みんな似合ってるんですけどもね。うん。 この後ね、紹介する藤原選手もめちゃめちゃ似合ってましたけども、千早選手似合ってましたね、うん、で、増田投手がね、まあ、あの、もう浅村投手、浅村投手って言っちゃった、浅村選手もなかなか、うーん、こう、ホームランが出ないとね、言われてる中、増田投手からね、ホームランを打ったんですけども、ま、あちょっと時、すでに遅しという感じでしたね、楽天は。うーん、ま、あ増田投手ね、ホームランを浴びながらも、まあ、セーブ、えー、してくれまして、ロッテの勝利と。で、 もう一回からね、もう、小木野選手え、藤原選手、ね、中村翔吾選手の1、2、3番がもう、大活躍。<laughs> 大活躍。もうドラフト1位最高やみたいな1、2、3番なんですけども、もう、1、2、3番でノーアウトでね、一回から2点入れましたね、もう。今日ちょっと、翔吾選手がね、もう絶好調すぎてね、あのー、とうとう、 とうとうあの、中村翔が甘やかしいママの存在が、ね、正式にちょっと中継で言われてしまうという、もうママのアカウント、もうフォロワー5000人超えてましたね。もうそろそろ多分1万人超えると思うんですけども、ね、あのー、今日、 貴婦人っていう扱いをされてましたね。ね、みなみさんかな ?MC の、うん。あの、中村翔子選手が打つと、ザマスという言葉がツイッターに溢れまして、これはですね、中村翔子選手を応援するアカウントの方が貴婦人のような言葉遣いをするので、えー、ザマスという言葉が溢れているわけでございます、みたいな。 説明をされてましたね。これあのパリーグ TV にも上がってますのでぜひ見てみてください。で、この123番のね、ドラフト1位最高や2点をね、取ってもらったんですけども、大島投手が3回に、えー、逆転を許してしまうんですが、3回。もうね、この藤原選手のね、もう1軍に前戻ってきたね、藤原選手の1号がね、 もうこれが完璧に捉えました。滝中選手のね、滝中投手の、もう高めにちょっと浮いたたむを完璧に、えー、バチコーン叩きまして、えー、第1号。これがね、もう本当にね、流れを変えたっていうのをね、解説の初芝さんも、おっしゃってましたね。でも藤原選手今日はもう、打つし、走るし、守るし、もう <laughs>、最高ですね。ちょっとロッテファン、増えろマジでね、藤原選手、かっこいいぞね、女子の諸君聞いてるか、ね、もう本当に、 ね、僕もイケメン大好きですけど、本当にもう、藤原選手ね、ちょっと本当にシーズン序盤はだいぶ悔しい思いをしたと思うんですけども、ね、こっからちょっと上げてきてくれることを期待しますね。うん、でも走れるしね、守れるし、うん。で、安田選手、で、その後もね、えランナー出して安田選手ゴロの間に、これもね、銀次選手のファインプレーでしたね、もう、取って、え全力疾走で、もうファーストにスライディングしてアウトにしたっていう。で、その安田選手のゴロの間に同点。そして、 待ってました、福ちゃん。福ちゃんもね、ソフトバンクドラフト1位ですからね、うん。えっ、ー、と、えー、福田周平選手ね、僕と同い年の福田周平選手が、えー、技あり2点タイムリー、もう元ね、オーリックスみたいたあの、松永さんみたいなこう、うまい感じで流して、ツーベースという感じでしたね。もう気合のこもったルへのスライディングが、もう福ちゃん見せてくれましたね。ちょっとね、他はね、こう、ファールフライとか、凡退しちゃったんですけど、福ちゃんに初ヒットが出たということで、そして、ヒーローインタビューということで、もう、 福ちゃんちょっと上げてきてよ。マジで。マジで上げてきてよ。ね。<laughs> 本当に、本当に本当にもう、ね、マーティン選手がね、今んとこちょっとうまいこと、まあ、DH もね、もちろん全然休みではないんですけど、ま、あ福田選手がライトに入っていて、ちょっと DH で休めてるような状態なのでね。福ちゃんちょっと、守備も頼んます。今日もあの、大丈夫かみたいな追い方がちょっとあったんですけども、ね。 応援してますよ。同い年の星として。そしてね、この東ズ投手がね、打たれたりとかして、嫌な流れの中、6回、中村翔吾選手が、またタイムリー。そして8回も、タイムリー。もうね、もうレフト、レフト前タイムリー、再放送してんじゃないかっていうぐらいのね、この、もう、上げてきてます。キャプテンが、皆さんね、ね、ザマスって書いちゃいましたけど、僕。うん。もう本当に今日は、ね、 もう、ザマスって言われてましたね。もうね <laughs>。もう、いろいろザマスって言われてたんですけども、とりあえず今日は、まあ、中村翔吾選手がね、素晴らしかったのと、藤原選手のね、この、ホームランがほんと良かったですね。ちょっと今日、僕的 MVP をあげるとすれば、藤原選手なんじゃないですかね。で、あと、小木野選手も3出塁して全部ホームに帰ってきてるっていうもう、やっぱドラフト1位、ドラフト1位ですわ。やっぱりね <laughs>、まあ、小島投手もね、ドラフト3位ですけども、本当に、もう小島投手今年こそね、 二桁勝利をお願いしますということで。いやー、ブラックサマーウィーケンド。勝ち勝ちできましたよ。苦手イーグルス相手に。ね。明日は、で、えー、っと、金曜日の試合の振り替えの試合が明日あります。岩下投手と、えー、西口投手というね、えー、投手が、えー、来る、甲賀のなんたらかんたら製薬所出身。うん。ね。 ちょっと忍者の街から来た、ね、西口投手、どんな投手なんでしょうか西口コーチじゃないですよ。ね、西口文也さんじゃない、西口投手が、えー、楽天は先発ということで、岩下投手明日もいい投げっぷりをね、期待してます。楽天の強力打線に対して、もうね、いつも通りの、ね、まあ、打たれはするんでね、いい球だ、いい場所だったらね、もう岩佐投手の投げっぷりでちょっと抑えてもらえたらと思います。明日は17時45分から、つづまりスタジアムということで、いやー、 苦手楽天にね、もうちょっとあの、オリックスに一生もね、京セラドームでできなかったね、嫌な流れから、もう苦手イーグルスにね、勝ててるので、ね、浅村選手に一発を打たれても勝ってるところがね、ちょっといい感じなので、このブラックサマーウィークエンド、ね、黒星重ねるウィークエンドにならないように、ね、 応援してます、明日も。ということで、中野とぴろい、一番ロッテマリーズ応援チャンネル、えー、ロッテファンの方、楽天ファンの方、えー、ぜひ、今日の試合の感想とかつぶやいてもらえたらと思います。はい。他の動画もぜひ、えー、楽しんで見てみてください。ということで、中野とピロいのピロイでした。わーい。バイバイ。明日も勝ってね。藤原選手、明日もホームランお願いします。